風間のおやすさんの実の弟その男が CIA の諜報員として日本で活動していると例の武器密輸組織 CIA はあれを追いかけている俺はジョージと協力してブラックマンデーの尻尾を掴んで潰そうとしているんだじゃあ風間の弟は日本の警察を辞め CIA に入り 今はアメリカのために活動しているとああだがそんな奴がどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことしたんだやはり大悟や中原といった人間を撃ったのはおやすさんの弟なのか分からんだがその可能性が高いなぜそんなことを今回の一件 CIA の諜報員への命令は 一、沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラックマンデーの動向を探ること。二、そのために障害となる対象は、そのことごとくを排除すること。排除だその任務のために、土地買収を断った人間を撃ったと。ああ。だが CIA の諜報員はジョージだけじゃない。 すでにお前も何度か命を狙われているはずだ。まさか、あの黒スーツの男たち。そう、お前を襲った外国人は、皆 CIA が手を回した諜報員だ。お前は、沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからな。それじゃもしかして、柏木を撃ったのも ?CIA だ。 おやすさんの弟は、どうして、どうして日本人なのに、そこまでして。ジョージにとって、CIA は己の生きてきた人生の全てだ。全てお前らに話してもわかるまいが、今から30年前、日本という保守的な国家で、 警察官の肉親に極道関係者がいるとなれば、それだけで迫害を受ける時代だった。ジョージは実の兄が極道、しかも登場会という大組織の顔役であることが原因で、自分の正義を貫くことすらできず警察を去った。そんなジョージに手を差し伸べたのが、アメリカという国だった。能力があれば、 国籍や人種を問わない自由の国でジョージは新たな人生を手に入れたんだだから CIA のためならばどんなことでもやると。